今回もね、業種別集客のための4大動画ということで、お題はネットショップですね。まあ非常に動画活用もね、最近見られるようになってきましたけど、じゃあ何作っていっていいかっていうお話をね、じゃんじゃんしていきまーす。はい、これはね、地味ですが欠かせません。店長の挨拶を動画にしましょうね。ここ最近楽天もね、偽物ショップがあってね、大騒ぎになってますけども、ああいう大型モールでさえ偽物あります。で、独自のメインのネットショップなんてことさらね、本当にこの店ってあるのかなみたいな、そういうね、まあお客さんってやっぱりそういう疑心暗鬼があるわけですね。それはまず最初に払拭しなければいけませんので、もうね、ショップのトップページにね、店長挨拶の動画があってね、ショップ8円へようこそ、このショップで何を取り扱っております。こうやってね、配送配達してますよ。で、こうやってね、物も管理、在庫ちゃんとありますよ。ね、それでお待ちしますんで、ぜひよろしくお願いいたします。みたいなね、もう本当に1分とかそんな程度で終わるような動画を入れておくだけで、ね、あ、とりあえずこのお店ってちゃんとあるんだってね、このちゃんとあるが大事なんですね。で、まあ信頼感を持った上で買い物してもらうっていうのはすごい大切なのでね、この動画地味ですが忘れないように作りましょう。はい、これも定番でございますね。商品レビューや商品の使い方の動画ですね。まあ、例えば組み立てが必要な商品とかありますよね。で、写真と文字で、ね、組み立て方みたいな、ね、なやつあるページもありますよ。でもね、それってね、結局ね、わかんないですよ、よく見てもね。ですので、もうね、もう動画で例えば組み立て方だったらこうやってね、組み立ててくださいね。使い方だったらこうやってね、使ってくださいねっていう、もうその動画を見てそのまんま作ればそれでできるっていう、まあ、そういうね、資料がないとお客様っていうのはなかなかね、買いません。お客さんってね、本当にこの商品良さそうなんだけど、自分にも使えるんかな、難しいんじゃないかなって思ってる人多いんですよ。ですんで、そういった方のためにそういった動画っていうのはとっても必要です。そうすると購買率が上がりますのでね、ぜひ絶対にこれは動画として作ってください。はい、ここ大切です。写真とかでお客様のアンケートを公開して、まあ、そういったショップさんって結構最近は多いですね。で、それを動画でやってほしいんですね。で、まあお客様の声を動画にするって言ってもなかなかお客様のとこ行って撮るっていうのは難しいと思います。で、読み上げてください、アンケート。それでいいです。え、読み上げるだけじゃんって思うかもしれませんけど、その読み上げるときにですね、ぜひですね、そのお客様への感謝とかね、そういったものを込めながら読み上げていくっていうことがすごい大事なんですよ。で、そうするとですね、それを見たお客さんが、あ、ここのショップさんってね、本当にそういった誠意もあるしね、こういったお客様に感謝してやってるんだなっていうことが伝わります。で、これが伝わることがすごいね、強みになりますので、ぜひですね、お客様の声、写真とか文章だけじゃなくてね、読み上げの動画もね、加えてください。はい、4つ目はですね、これすごい意識してない人結構多いんです。で、同じものを大体売ってるショップさんが多い。そうするとですね、価格競争になる。価格競争に陥りたくないって思うのが普通ですよね。じゃあ、そうするとどうすればいいか。まあ、値段で選ぶお客さんはもう捨ててね、もう値段以外のもので選んでくれるお客さんに選ばれる。そのためにはですね、店が信頼できることと、あとはですね、何もね、店がプロであることを証明しないといけないんですね。プロの人から買いたい、ね。そうするとね、ブログとかはまあ見てて思うんですけど、ただ単にね、日々の日常ブログで、まあ、これってあんまり良くないんですよね。プロの視点からね、その業種業態とか商品の、動向であるとかトレンドであるとかっていうのは、そういったものをね、書いていくから、あ、この人プロなんだなって思うわけなんですね。ただこれね、文字だけでやるとね、なかなか厳しいんですよ。何が厳しいかっていうと、検索で情報だけ取って終わりなんですね。皆さんもそうじゃないですか。見ててね、情報をもらってさようならでね、そのブログ書いた人への敬意とかね、プロって、プロだな、すごいなって思うブログってなかなかないでしょ。でも、動画でプロの視点を持って語るとですね、あ、この人プロだわっていう、その2、3分の動画、1本だけでね、この人プロだわっていう証明になるわけですよ。プロの視点からのブログっていうのを書いてもらいたいんですけど、そこにね、必ず動画つけることでね、あ、権威あるこの人は素晴らしい、お客さんファンを獲得しておいて、で、購入はうちの店に自然に来るという流れをぜひ作ってください。
はい、今回ネットショップということでお話ししましたが、ネットショップもジャンルがいろいろありますので、今回はね、まあ全体的にって話なんで、ちょっと荒っぽい部分もあります。まあ細かいまたジャンルについてリクエストがあれば、やっていきますので、まあリクエストお気軽にいただければと思います。次回はですね、ハウスメーカー新築とかですね、やりたいと思いますので、お楽しみにしていてください。情報はブログ、ひらがなで8円で検索してください。また YouTube チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、動画活用で中小企業の売上アップ、株式会社8円動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。それでは。